遠5すぎる。アベマの遠藤渡る特集にて、遠藤の元を訪ねた牧野が質問、リバプールでは誰と一番仲がいい？遠藤、誰だろう、ロッカーは番号順なんで、隣がファンダイクですね、アリソン、ジョーゴメス、遠藤、ファンダイク、コナテ、ははは。並びやばい、普通に話してるけど、この凄さ、もっと日本人わかってほしいな。このメンツに引けを取らない選手になってきてるのマジですごい。本人も一流なんだろうけど、環境が人を変えるってほんまやな。気持ちいい、マジで遠藤2026まで耐えてくれ、日本をワールドカップ優勝に導いてくれ。実際アンカーの選手がセンターバックプラスゴールキーパー陣と会話するのって大事だと思うから、この席順って意外と理にかなっているのでは？という、こういうの聞くと意外と背番号大事なんやなって。やっぱり隣がファンダイクなのでかいよな。多分浦和だったら牧野隣だったよね。牧野5番で渡る6番。ロッカーの並び、誰とコミュニケーションを取りやすいのか？を考えると、背番号3としてチームに合流したってことは、ロップさん、初めっからチーム内での、そういう位置づけの選手を期待していたってことかもですね。クロップがどんな思いで、リバプールがどんな思いで遠藤に背番号3を与えたのかの意味がどれほど重要だったのかが見えてくる。牧野は敬語使えよ。